天理高校にやってきました。今回ご紹介するのは瀬川健吾選手です。身長180センチ、体重117キロ、柔道の花形100キロ超級の瀬川健吾選手18歳。先月大分県で開かれたインターハイの個人戦で優勝した期待の若手選手です。こんにちは、今日はよろしくお願いします。お願いします。まずインターハイ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。個人戦の優勝を振り返ってどうでしょうか？中学校の時は全国2位で終わってしまってたので、やっぱり高校では何としてでも1位を取らないといけないと思って、意地を出して頑張れたかなと思います。柔道の全国大会は8月のインターハイのほかに3月の高校選手権、7月の錦秋期、10月の国スポがあります。瀬川選手は3月の高校選手権で敗れている選手とインターハイの決勝で再び対戦、払い腰で勝ち切り高校初優勝を飾りました。ずっとその相手にも負けていた相手なので、やっぱり指導で勝つとかいうよりかはやっぱり自分の技でしっかり投げ切れて勝てて嬉しかったです。重量級では組んでからの力勝負で試合が決まることが多い中、瀬川選手が得意としているのは相手を後ろに崩し足をかける大外刈りです。最初に覚えた技が大外刈りなんで、3歳から今までずっと何十年間と続けて大外刈りをやってきたので、そこはやっぱ大外刈りにこだわらないといけないなと思っています。両親の影響で3歳の頃柔道を始めたという瀬川選手、通っていたのは広陵町にある野村柔道場。オリンピック3連覇の野村忠宏さんが育ったのと同じ場所です。その後天理中学3年の時に全国準優勝、そして名門天理高校へと進みます。しっかり組んで投げ切るっていうのが天理の柔道だと思っているので、そこに魅力があったので天理中学校と高校を選びました。まだまだ未熟なんですけど、これからもっとしっかり組んで投げ切る技をやっぱ徹底してやっていきたいなと思ってます。しっかり組んで投げ切るために重量級の中では小柄な方だと話す瀬川選手、対戦相手に研究され得意技が決まりにくくなっている中、繰り出せる技の数を増やせるよう今稽古を重ねています。大外刈りバレてしまっているので、自分より大きい相手に内股は効かないので、払い腰みたいに相手を前に引き出してひねるっていう技が自分よりでかい相手には有効だったかなって思って、払い腰の練習もしてました。また天理高校ではキャプテンを務め、声を出して練習を盛り上げるなど周りへの気配りもできるようになりました。共に過ごしてきた仲間は、考えることとやることと言うことが一緒っていうのが多々ありますね。一緒にいすぎてもはやそうですね、似てきたっすね。そうしんどい中でもユーモアを欠かさないというか、全体を元気づけてくれるのがキャプテンです。やっぱり人一倍努力してるし、インターハイで優勝してくれた時は、泣きそうになるぐらい嬉しかったです。指導する金子宗則監督は、チームとしても、彼がキャプテンになってからチームが少しずつ少しずつ良くなってきたように思いますし、最後は彼を中心にチームがまとまったように思いますので、よく頑張ってやってくれたかなと思います。技も心も成長し続ける瀬川選手、高校最後の大会となる国民スポーツ大会国スポまであと1ヶ月。仲間と共に目指すは団体日本一です。国体は
他の県だと違うチームがの代表が組んでチーム組むんですけど、自分らの奈良県は先方から大将まで全員天理高校なんで、やっぱ奈良県として戦う、まあ、プラス天理高校の代表として戦うって意味なんで、組んで投げて勝つっていうのを意識して全員でやっていきたいなと思ってます。やっぱり天理には恩があるので、しっかり結果で恩を返せたらなと思ってます。